このように赤茶色の砂鉄の山や丘が各所に露出していて、ショベルカーでそのまま救えば、鉄鋼の露天収集が容易である。ヒビング市街地の風景2007年。ヒビングはミネソタ州セントルイス郡の工業都市。メサビレンジのほぼ中央に位置し、同州内の工業都市の中では最大であり、世界一の露天掘り鉄鋼床のヒュールラストマホニング、露天掘り交は有名。 採掘された半数以上が全米各地の US スチールの工場で鉄鋼に加工される。シンガーソングライターのボブ・ディランは幼少期から高校卒業までをこの街で過ごした。ヒビングは北米最大のバス事業会社グレーハウンドラインズの創業地でもあるが、後にグレーハウンドの本社は転出し、現在は路線も運行されていない。年。 フランク・ヒビングによって発足。市民の大勢が鉱山労働者となり、町は豊かな鉄鉱脈により発展したが、職場環境の管理不十分のため人肺や肺がんの犠牲で倒れる者も,も少なくなかった。ヒビングはミネソタ州の北東部に位置し、スペリオル湖畔の淡水港湾都市ダルースからは飛行機で北西へ約1 0 0トル陸路では、 国道53号線を経由して 120km ほど。鉄鉱脈の影響で周辺水域には鉄分が多く、飲むと鉄味がある。ヒビングの総面積は 483.1km である。地域のうち 470.5km が陸地で 12.5km が水域である。総面積の約2.60%が水域となっている。近くには マッカーシービーチ州立公園がある。ありがとうございます。